全通時に保管されている両絵曼荼羅図です。縦横の長さがおよそ4メートルという巨大な2枚の仏画です。曼荼羅図は空海が中国から持ち帰った密教の教えを絵にしたもので、今回公開されるのは江戸時代に描かれたものです。見どころは2枚合わせて1800体余り描かれているさまざまな仏様の絵です。修行するときに仏様をこう思い描いて。 紫色の絹に金や銀を三河に混ぜた絵の具で描かれています空海自ら監修した国宝の京都神保寺の曼荼図を写したもので空海生誕1250年の行事の一つとして公開が決まりました本尊と大曼荼が並べられるのは実に200年ぶりといいます両替曼荼図の公開は来月7日から12日までです